島田三郎は日本の政治家、参議院議員、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官を歴任。父はかつて島根県議会議員だった島田義雄で、時系は元島根県安木市長の島田次郎。1956年7月6日、島根県安木市にて島根県議会議員であった島田義雄の三男として生まれる。 島根県立松江北高等学校を経て、青山学院大学経済学部卒業。1980年、竹下昇事務所入所。1994年3月まで、竹下昇秘書。1995年、島根県議会議員。2001年、農林水産委員会委員長。2003年、島根県関西委員。2009年、 議会運営委員会委員長。2011年、島根県議会副議長。2013年、第23回参議院議員通常選挙に自民党公認で、島根県選挙区から立候補し初当選した。なお、島根県選挙区は、同選挙を最後に、鳥取県選挙区と合億になるため同選挙区単独で、当選した最後の議員となった。 2015年7月24日、島根県と鳥取県の参議院合同選挙区による、鳥取県、島根県選挙区を創設する公職選挙法改正案に反発し、参議院本会議採決前に退席し、棄権した。2016年8月、第3次安倍第二次改造内閣で、総務大臣政務官兼内閣府大臣政務官に就任。県議時代に肺がんを患って、 抗がん剤治療を受けたことがあり、2018年頃から呼吸機能の低下などの症状が再び現れて、国会審議中に倒れるといった影響も出ていた。2019年に執行される第25回参議院議員通常選挙に比例区特定枠から立候補を予定していたが、同年4月、体調不良を理由に事態の意向を示した。2019年5月7日、 参議院議員宿舎で倒れ、東京女子科大学病院に搬送されたが、翌8日5時30分に死去。62歳没。死没日をもって、小6位女医、朝日小住所章追贈。島田に対する哀悼演説は、同年6月14日の参議院本会議で、秋の構造が言った。なお、島田の死去により、参議院島根県選挙区で欠員が生じたが、島田が、 同年7月で任期満了であったために公職選挙法第33条の2第6項の規定により、補欠選挙の対象とはならなかった。島田の後継には衆議院議員の三浦康氏が選出された。ありがとうございます。